はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日も楽しくパン作りやっていきましょう。はい。今日は何を作りますか。今日はバジルポテトチーズパンを作ります。はい。まああれですね、あの先日インスタにアップしたパンですね、うんうんうん、あれですね、僕試作したやつね、食べてないですよねタイミング的にこう人にねちょうどあげるタイミングだったんで、うん、あの食べてないんで非常に気になってはいたんですけどでも美味しそうだったね。美味しそうだった、うん、ちょっと食べたかったんですけどちょっとタイミング合わなかったのでね、今日楽しみですね。いいですか。はい、はい、ということでこのパン美味しそうだなと思った方、グッドボタン、チャンネル登録、あとコメントの方もよろしくお願いいたします。それでは今日はバジルポテトパン、バジルポテトチーズパン、バジルポテトチーズパン、早速作っていきましょう。はい、ではまず今日はまず最初に中に入れるフィリングから作っていきます。はい、これはジャガイモをレンジでチンして火を通してあります。はい、これをまず潰します。これをまず潰してくれ、うん、はい、はい、じゃあじゃがいもを潰したら、まあ、マッシュポテトにするみたいな感じですね、うんうん、このバジルソースですね、これを入れていきたいと思います。ではこれを混ぜていくと、うん、はい、これバジルソースは別になくてもって感じですかね。うん、なくてもいいと思うし、あとはあの明太ポテトとかにしてもいいかも、はいはいはい、明太子入れてね。明太ポテトもいいですね、うん、好きな味付けでやってください、はい、じゃあここにベーコン入れます、はい、続いてここにチーズも入れます、はい、で混ぜていきます。はい、では具材をすべて混ぜたらこれで完成ですね、うん、美味しそうですね。これだけで食べても美味しそうな感じですけどね、美味しそう、はい、じゃあこれを使ってパン作りをしていくということで、うん、じゃあパン生地の方やっていきましょう。はい、ではまずイーストから入れていきます。続いてお砂糖入れていきます。でこっちのボールビーにお塩入れていきます。でお水入れていきます。で今日はここでオリーブオイル入れていきます。はい、ではしっかり混ざったらこちらのボウルに入れていきます。はい、では大体まとまったら出していきます。はい、それではこねていきたいと思います。今日奥さんにこねてもらいます。今日も別に生地は普通の感じですよね。今日純強力粉の、あ、そうなんですね、生地なのでちょっとベタつくかも。 あのバターも入ってないし、あ、そうですね、そういえばオリーブオイルでしたね、うん、今日ね、うん、なのであの心配な人は普通に強力粉で作っていいし、はい、あのバターで作ってもらっても全然大丈夫です、はい。バターはどんぐらいですか。オリーブオイルと同じぐらいで、同じぐらい 15g とかでいいんじゃない。はい、15か20ぐらい入れてもらえれば、はい、あのバターでね作りたい方は同じぐらいの量で作ってみてください、うん、強力粉でも同じ量で大丈夫だと思います、
ちょっと純強力粉でこうサクッと食感みたいなの出したいっていうイメージですか。ササッと、うん、軽い感じの。はいはいはい。これはでもちょっとこねるの大変そうだな意外と。見ててわかる。はい。なのでまあ同じレシピでね、うん、作っていただく方は頑張ってこねてください。じゃあつるっとしてきたのでお湯やっていきます。はい、本当ですね、めっちゃ綺麗。じゃあマックチェックしていきます。はい、いいね、良さそうですね、うん、はい、でこれでこの流れになります。めっちゃ薄いっすね。見て、おーすげえ。これぐらいになれば大丈夫です。はい、閉じ目を閉じてボウルに入れたら、これにラップして一時発酵していきます。はい、では一時発酵が終わりましたので、フィンガーテストとガス抜きをやっていきましょう。はい、では今日は何分割していきましょう。今日は6分割です。今日は6分割、はい。はい、ではこれを丸め直していきます。結構ベタつくので強力粉振って丸め直ししても大丈夫です。はい、ではこれでレンジタイム10分間置いておきます。はい、ではレンジタイム10分経ちましたので成形をやっていきましょう。今日はどんな感じでしょう。成形は簡単です。はい、あのいつもの包むだけの成形になります。はい、じゃあ最初に作ったこのベーコンバジルポテトみたいな、うん、チーズも入ってますね、うん、これを包んでいくだけですね、うん、はい。ただ今日は純強力粉で少しベタつきますので、こう強力粉を、ね、打ち越してやっていくといいと思います。あのベタつくのがちょっと嫌な方は強力粉で作ってもらえるといいと思います。閉じ目を上にします。はい、閉じ目を上にして、まあ、軽く打ち越してから、はい、で真ん中だけちょっと残す感じですね。そう、真ん中だけちょっとふっくら残して、はい、周りを薄くしていきます。大体12センチぐらいかな。はい、ちょっと伸ばして、うん、大体12センチ伸ばします、うん、したらこれを上に置くと、うん、でこれ包むと、うん、生地を引っ張り気味にしながら、なんとか包みました。じゃこれをどんどんやっていくと、うん、
はい、では天板に並べた感じはこんな感じになります。で今日結構純力強力粉の、うん、今日の配合結構ベタつくので、うん、まあ、ちょっと苦手な方とか心配な方はね、あの強力粉でやってもらった方がいいかなと思いますので、うん、あとキャンバス地か、そうキャンバス地持ってない人は、はい、強力粉の方が安心かなと思います。はい、はい、これ28個やっていくんですけど、こっから上にもちょっとベタつくんでね、強力粉を振りかけてからやっていきたいと思います。キャンバス地でもね、くっついちゃうことあるから、はい、念のため、はい、ではこれにキャンバス地をかけて、その上からアルベキンをかけて、これで28個やっていきます。はい、では28個が終わりましたので、開けてみてみましょう。ここはちょっと潰れてますけど、大丈夫ですか？なんで潰れたの？謎です。で、これに、はい、まず強力粉を振るって、はい、ハサミで切れ目を入れてチーズを乗せていきます。はい、ハサミで切り込みを入れていきます。はい、刃を垂直に立てて切っていきます。一個切ったら、ちょっとこっち中が見えるところまで切っていってください。十字に切るって感じですね。そう、まあ、何回かこの切れ目入れるね、うん、まあ、やってますね。そちらも参考してもらえればと思います。どんどんやっていきます、うん、はい、で切り込みを入れて、まあ、ちょっと気持ち口広げる感じですかね、うん、こうやって広げてあげて、そこに今日はチーズを乗せていくと、うん、で、あのインスタに載せた時のチーズはですね、チェダーチーズ、こういう、うん、こう何ですか、ばらけたタイプのチェダーチーズを使ってたんですけど、ちょっと本ちゃん用に買いに行ったら売ってなくてなので、まあちょっとミックスみたいな感じのやつ売ってたんで、それにしたんですけど、まあ普通のねナチュラルチーズだけのやつでも大丈夫だと思いますので、うん、あのお好みのものを使ってみてください。うん、はい、ではチーズを乗せた感じはこんな感じですね。めっちゃ美味しそうですね、これ、うん、めちゃくちゃ美味しそうです。で、あとこれに霧吹きをしてやっていきたいと思います。When I shut my feelings out, you look at me like I'm different. Still, you stay 'cause you feel something. いただきます。めっちゃ美味しそうです。どうですかこれ？チーズがこうある感じ。え、わかるか。美味しそうです。これを食べてね。いただきます。うん。美味しいです。美味しい。ベーコンとジャガイモは間違いない、ね。間違いないです。ポテサラがパンに入ってるみたいな感じですね。でもマヨネーズ入ってないですよね。
バジル味、バジルソースだけですけど、なんかポテトサラダが入ったチーズパンみたいな感じで美味しいです、うん、そう、これはね試作の時食べれなかったんでやっと食べれます。美味しい。これ絶対あれですね、明太ポテト、うん、合うと思うんで、うん、あのお家に明太パーとは絶対明太ポテト合うと思います。じゃがいもって何でも合うからね、うん、すごい美味しいと思います、うん、明太子もオリジナルのなんかね見つけてほしい、ね、うんうん、まああれですね、バジルなしでベーコンポテトみたいな感じでもいいですよね、うん、まあそれこそマヨネーズ入れちゃって、うん、本当ポテトサラダみたいにしちゃっても美味しそうですよね、うん、コーンとか入れたりとかね、うん、あのいろいろできると思いますんでね、ぜひいろいろお試しいただければと思います。味は間違いないと思います、うん、はい、ということで今日はバジルポテトチーズパンを作ってみました。これはね師匠の間違いない配合とフィリングが完璧に合ってると思いますので、皆さんもぜひ作ってみてほしいなと思います。ではこのポイントなんとかとかグッドボタンとチャンネル登録、あとコメントの方もお待ちしております。よろしくお願いいたします。それでは今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。Searching for reasons not to be like this.